学校法人加計学園の獣医学部新設計画をめぐる国会の閉会中審査が先ほど衆議院でスタートしました。総理大臣官邸の関与があったと主張する文部科学省の前川喜平前事務次官らを参考人に呼んで質疑を行っています。関与を否定する政府側に対し、野党は前川前次官の発言をもとに追及する構えです。この問題で文部科学省は計画に関し、特区担当の内閣府から総理の意向などと伝えられたという文書を確認しています。前川前次官も行政が歪められたと訴えるとともに、泉博人総理大臣補佐官から計画を早く進めるよう促されたとも証言しました。文部科学省が確認した文書には、萩生田官房副長官の名前も頻繁に登場し、総理官邸による働きかけがあったかどうかが焦点となります。この週末に、朝日新聞、そして読売新聞が世論調査を行いました。朝日新聞は8日9日全国世論調査を行いまして、安倍内閣の支持率が 33%、前回の調査の 38% から1週間でさらに下落と、不支持率、支持しませんよという数は 47%。 驚いたのは読売新聞です。そうですね、内閣支持率続落で 36%、 不支持最高 52% ということで、この読売新聞の全国世論調査の支持率は2ヶ月で25ポイントの大幅下落、はい、そもそも 61% もあったこと自体もですね、かなり厚化粧だなって感じはするんですけども、25% ってことは4分の1を落としているわけですから、もともとじゃあ数字が少なかったらですね、限りなくゼロに近づいちゃうわけですよね。30% 台ってのは一般的には危険水域と言われているわけで、これが読売新聞も含めてですね、一気に危険水域に入っているというのは大きいと思うんですね。これは安倍総理は読売新聞は熟読しないようにとね、おっしゃりたくなるんじゃないですか。なんかバランス取ってるのかなって思っちゃったりとかするんですけども、まあ実際今現在も安倍総理は G20 出席などで、スウェーデンで明日お帰りになるんですかね。本当は12日までということだったんですが、一日早く、はい、九州北部のこの豪雨がありました、水害がありました関係で一日早い。でも今日7月10日は現在、永田町国会内におきまして閉会中審査が行われ、全文部文部科学事務次官の前川さんが、はい、参考人としてこう呼ばれている。でもそこには総理はいないわけですね。これが一つ間違えるとですね、この下落にですね拍車がかかるような支持率の低下を招いてしまう、ここで踏ん張れるかどうかというのは、今日 の閉会中審査もう始まっているようですけども、非常に大きな、まだ審議が始まってないこれからのようですね。審議はこれからの始まるところですね。提出される資料の扱いをまず巡ってということのようですけども、いずれにしましても、そうですね、はい、ここで一回きちんとしないとですね、特に読売新聞の先ほどの数字で言いますと、女性の支持率がめちゃくちゃに下がってるんですね、はい、特に一般のご家庭の主婦も含めてですね、でこういう方たちがこの内閣ダメだというのはですね、なかなか一回染みついたこの感覚っていうのは、法律とか政策とか法案じゃありませんから、戻すチャンスがないわけですよね、はい、この様子を見てて、あ、ちゃんとやるんじゃないかということでもない限りですね、一回これもダメだという判断っていうのはそう簡単に覆らない、一気にですね泥沼の状態に入っていく危険性あると思うんですね。大谷さんも以前おっしゃってましたけども、その下落の原因が過去も下落したことはあったんだけど、それは政策、あるいは法案、特定秘密保護法案とか、はい、あるいは安保法制だったりとか、安倍政権が打ち出したものに対する抵抗感があったにしても、それは安倍総理ご本人じゃないと。ところが今回の場合は安倍総理、あるいは安倍総理の周りの人たちが、ちょっとわけわかんないよなって、我々腑に落ちないことがこのまま闇に葬り去られようとしている、そのことについての嫌悪感というのは全然違うわけですね。そうですね、しかもこれたまたまそうなったのか分かりませんけど、閉会中審査を開くとなったら、やっぱり首相が外遊中に開くのかということになるわけで、それも姑息じゃないかと、なんで堂々とその最高の機
官のご意向があるということが書かれているわけですから、最高決定機関の方が出てこられないでいくら審査したってしょうがないじゃないかと、当然もう一回開こうという話になると思うんですね。それから8月にその加計学園のその獣医学部どうするかってある程度の結論が出る。この国家戦略特区をこのままにして開校を認めてですね、みんなが納得するのか、一回ご破産にしましょうと、国家戦略特区の諮問機関ってどうなってるんだと、一回フラットにもう一回始めましょうというふうにしないと納得しないと思うんですね。よく安倍さんがおっしゃってるその岩盤規制にドリルで穴開けるんだって、これはいいんだと思うんですよ。これはいいと思うんですね。岩盤規制って確かにあると思う、はい、首都圏域を守ってきた、はい、でもこれちょっとその穴の開け方が真上から入れてるんじゃなくて、どうもなんか違う方向から入れてるような気がして、それに対しても、まあ、国民有権者の皆さんがちょっとおかしいよそれってことになってるんで、なんかその本末転倒になっちゃってる感じしますね。もうそこが私は最大の勘違いだと思うんですね。あの地方創生のために国家戦略特区というのはどうしてもいるんだと。で今はとにかくあの岩盤規制があってですね、何をやってもその弾き返されたと。だから本当に安倍内閣としてはこれ大事な戦略なんだと言うんであればですね、間違っても疑われるようなことはしてくれるなよと、私の友人を出してくるなんてとんでもない話で、そんなことをしたらこの戦略特区がもともと潰れるでしょうと。本当に安倍さんがですね、この国家戦略特区を大事にしてるんであれば、全く自分と関係ないところでやってくれと、痛くもない腹探られたくないんだというのが、やっぱりリーダーとしての当たり前の姿勢だと思うんですね。そこに明らかにお友達を持ってきて、しかも年中その方と焼肉やってる、ゴルフやってるという方で、でも何にも関係ないんですと言ったら、じゃあなんでそんなもん連れてくるのよという話になるじゃないですか。やっぱり国会のこの今日の審査だって、そこは誰が考えたっておかしいでしょうと、もう嘘をつくのやめようよというところへ持っていかないと支持率は回復しないと思うんですね。どんな抗弁をしようとですね、あなたそんだけ大事なところになんでわざわざそれ持っていったのよということは総理に来て答えていただかないか、誰も納得しないと思うんですね。まあ、今日はその加計学園のことに関しては前川文部科学前事務次官がまあどのような証言というか参考人ですので、偽証罪問われることはないにしても、どのような新たな資料が出てくるのかどうか、今なかなか審議が始まらないということですので、その資料というものはずいぶん気になるところではありますけども、まあ、それにしましても、この後、その安倍総理はですね、憲法改正、改憲論議に関して言えば、スケジュール兄貴ではないけども、ちゃんと目標を持っていた方が議論は白熱するんじゃないですか、みたいなことをおっしゃっていて、改憲スケジュールは今のところ変える気持ちはないとおっしゃっていますが、これも、やはりその、まあ、内閣から、まあ、こう、憲法を変えますよと、国会議員の皆様いかがでしょうかということから、今度は最高は、最終的には国民投票につながるんですけど、その一番最初のこう発信元に対する不信感があることが憲法改正というもの。これ憲法改正論議って、あの野党の中でも、いや憲法改正した方がいい、まあ、民進党の中にも いらっしゃいますよね。ただそのやり方がまたちょっとおかしいんじゃないのって形になってる。あのおっしゃってるようにですね、こういうものってのはすごく発信元ってのは大事だと思うんですね。あの例えば共謀罪もちろん反対ですけども、いるかいらないかっていうのはですね、どこが発信してくるかってあんまり問題にならないかもしれない。あるいは特定秘密保護法ってのはその内閣が出したことによってだからダメだってことにはならないと思うんですね。ただ天皇の御大位の問題だとか憲法っていうのは法律法案ではなくて理念の問題だと思う。国民の皆さんがどう思うかと、どう考えるかではなくてどう思うかということに関して言うと、誰が言ってるのかということに対する絶大な信頼がないとですね、あなたどう思うってことに対する答えってなかなか出せないと思うんです。これに対してどう考えますかって誰から質問されても同じ答えが出るかもしれない。でも自分はこう思うんだけどとか、自分は感覚的にこうなんだけどっていうのは、言ってくれる人の相手の人格そのものを信頼しないとなかなか思いっていうのは発露できないと思うんですね。で憲法とか天皇御大位の問題っていうのはそういう性質のものだと思うんです。これは内閣がですね、一気に 25% も信頼を失ってるような内閣があんたには言ってほしくないということになってくると思うんですね。
まあ、あの8月、読売新聞によると、内閣改造、来月の3日、8月3日ということですけども、その内閣、まあ、稲田防衛大臣はおそらく、まあ、今回はね、お辞めになるんでしょうか、あの交代ということなんでしょうけど、また気になるのは、あの甘利明さんですね。はい、まあ、現金授受疑惑ということで、まあ、TPP の担当大臣をお辞めになって、その後ずっと静養していたということですが、今度自民党の三役、役員改選で、まあ、役員をこう変えるというところで甘利さんの名前が出てきてる。またお友達呼ぶのかいって、これも言われるんじゃないですかね。そうですね、あの甘利さんという方に対するですね、その人格的な評価っていうのはいろいろ分かれてて、非常に信頼持ってる方がいらっしゃるっていうのも私知ってるんですね。ただこのいわゆる住宅公団の問題をめぐるですね、一連の疑惑に関して言うと、あの元弁護士、あ、今弁護士の郷原さん、元検事の、これほどきれいに斡旋利得の立件ができる事案ってのは他にないぐらいはっきりしてるということが明らかになっているにもかかわらずですね、結局事件がうやむやになっている。しかもこれは前内閣者で安倍内閣の中で起きたことですよね。そうするとその方をですね、少なく内閣ではなくても党務に持ってくるというだけでですね、またそこで信頼を失うと思うんですね。なぜ今あなたが今この内閣を大事にする、今党を大事にするならあえてそういうことをするんですかと、そういうことばっかりしてるような気がするんですよね。太田さん、もともと安倍内閣、現在の第2次安倍内閣ってダメージコントロールが非常に上手でしたよね。そうです、そうです。いくつかのダメージもうまくこう跳ね返してきたのが、今回自分で墓穴掘ってるような感じでしょ。だから第1次安倍内閣のですね、大失敗を、やっぱり糧にしてですね、この内閣のダメージコントロール、まあ、菅さんという方がいらっしゃったということも大きかったと思うんですけど、見事にできたんですね。ところが菅さんという4番バッターがここへ来てですね、なんだか知らないけど、バンドは失敗するわ、最後は見落とすわということになってくると、一気にガタガタと来てる。だからそういう時っていうのは絶対触っちゃいけないこといくつかあると思うんですね。甘利さんの問題もそうなってくると思うんですね。触ってんですよね。触りますね。まあ、あのこれ都議会議員選挙で受け皿が、まね、あのファーストの会が、都民ファーストの会がこう圧勝したということで、国政レベルでは今現在受け皿があるかっていえばないという、その中でその自民党内での、まあ、地殻変動が起き始めてるっていうのは、先週大谷さんも指摘されていましたけども、はい、これはあの今みんな様子見だと思うんですね。本当にあの現政権が片付くんであれば、急ごしらえでもいいから、とにかく受け皿作ろうという動きが出てくると思うんですね。ここはやっぱり内閣の側もですね、正念場だと思うんですね。ここでしっかり体制立て直すと、野党の方も逆にまた足並みが乱れてくると思うんですね。この非常に潮目の時期に来てる。ここで一つ間違えば大きく変わっていくという時期に来ているように思いますね。